踏切に支障があることを列車に知らせる特殊信号発行機踏切障害物検知装置は踏切内の支障物を自動的に検知してその状態を自動的に列車や駅などに信号で通報する保安装置である略して証券とも呼ばれる国土交通省が定める鉄道に関する技術上の基準を定める省令では自動車が踏切道を支障したときに これを列車等に知らせることができるものでなければならないと定めており、踏切障害物検知装置が発する信号においては、接近する列車が当該列車の振動を支障する箇所までに停止することができる距離以上の地点から確認することができる位置に設置することと同省令での解釈基準で定められている。踏切内で自動車がエンスト、脱輪などで立ち往生した場合は、 直ちに発煙筒や踏切支障放置装置を使用して、鉄軌道の係員、または警察官に危険を通報すべきことと、道路交通法第33条第3項で規定されている。一般に措置して、事故を未然に防止した結果として起きた列車の遅延、運休などについては、鉄道事業者は損害賠償請求をしないのが通例である。 しかし、エンスと脱輪などを起こした運転者が、パニックに陥ったり、損害賠償の懸念により通報をせずに復旧を、試みた、結果、重大な事故に発展する場合が後を絶たなかった。本装置は、このような事故を未然に防止するため、踏切内に障害物が存在することをセンサーにより、検知して、自動的に停止信号を現示したり、特殊信号発行機を作動させて、 列車の運転士に通報する。県知事での列車の停止時には、運転手が停止信号や特殊信号発行機を確認して、手動でブレーキをかけるが、その後は列車の速度を連続的に制御可能な新型の自動列車停止装置、または自動列車制御装置と連動して、踏切手前までに停止させる減速パターンを発生させて、走行する列車がそのパターンを越えた場合には、 自動的にブレーキが作動するか、運転手が確認後に手動だけでブレーキをかけるかのどちらかとなっており、扱いは鉄道会社ごとに異なる。このようなシステムのため直前横断が多い踏切では、平時でも特殊信号発行機がしばしば明滅することがある。現在、数種類の検知方式が実用化されている。光センサー式検知装置赤外線やレーザー光線を 踏切内に投射して、その光を受光器で受け取る方式。死傷物が光線を遮ることにより検知する、最も一般的な方式である。R はレシーブ、S はサーブでバレーボールやテニスのポジションを踏襲している。踏切内に超音波を発射して、その反射波の有無や到達時間により死傷物を検知する方式。踏切内の路面にループコイルを埋設して、 時速の変化により、自動車の有無を検知する方式。豪雪地帯などでは、積雪により、高センサーや超音波センサーが誤動作する場合があるため、この方式が用いられる。一部の遮断機では、遮断竿が遮断式いらない、または遮断後に竿を押し上げるなどすると、支障ありと検知するものもある。三次元レーザレーダー方式の検知装置レーザー光の反射と、 出社する方角とで障害物を検知するもの。石川島張間重工業と JR 東日本とが共同開発し、2006年より JR 東日本管内の踏切で導入されている。広く使われている光センサー方式より、設備単価は割高だが、通常は1台で踏切全体を監視でき、従来の方式では検知しにくかった歩行者や、 自転車なども検知しやすいといった特徴がある。現在では JR 西日本でも導入されている大道信号と京阪による共同開発。踏切道内の水平面に対しての検知と踏切への侵入物を検知する垂直面に対しての検知を組み合わせ3次元検知式と同等の検知能力を実現するとしている。2018年に実証試験が行われた。 立体的な撮影が可能なステレオカメラで、踏切内を監視して、踏切内の死傷物を検知する方式。まだ実用化には至っておらず、現在鉄道総合技術研究所などで、研究開発中である。ありがとうございます。